こんにちは。こんにちは。コンディショニングジムアウェイクストレーナーの田久保です。鈴木です。本日もインスタライブ始めます。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。さて、本日は犬伏に代わり、代理で、田久保が、はい、天の声をさせていただきます。はい、はい。お願いします。お願いします。お願いします。今日は犬伏さんは、犬伏さん今日は名古屋に、出張で、出張で、はい、いらっしゃってます。行っていただいているという、はい。ということですね。はい、はい、そうなんです。じゃあ出張先に行かしてもらってる変化みたいなやつを、はい、話そうってなったんですけど、またそれはユニブさんと一緒に、はい、話すという形でいいですかね。はい、はい、お願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、では、はい、今日は、はい、フリートーク、フリートークです。何を、はい、話しましょうか。はい、なんかこう、はい、私、今新人の山本くんが新しく入社した、はい、してくださって、で、はい、来年の4月に、はい、今実習生に来てくださってる3人の子がいるんですけど、はい、その子も3人入社予定、合計で4人、はい、まあ、1人入ってて3人、はい、4月から入るということですね。はい、はい、で皆さんこう個性バラバラじゃないですか。個性、はい、でなんかその難しい質問来そうですね。はい、なんか私も最初そう思ったんですけど、はい、なんか誰かに真似をしないといけないじゃないですけど、はい、なんかこういう人になりたいからこうやっていきたいっていうので、なんか自分のやり方というか、はい、フォームが崩れてしまう人って結構新人の方でありがちなのかなって思うんですけど、はい、母さんそういう時ってありましたか。新人の時に、はい、上の先輩の状態見て、はい、あ、こうなりたいっていう憧れは絶対あると思うんですけど、はい、それを真似しすぎて自分が分からなくなってしまうこと、はい、真似しすぎて分からなくなるっていうことですか。この人になりたい、でも自分の実力がこれだから、うん、なんかなかなかこうついていけない、はい、でなんかモヤモヤみたいな、あ、もやもやはずっとしてましたけど、はい、そうですね、質問で言うと、憧れの先輩いたんですね、はい、でその先輩がどういう先輩かっていうと、すごく空気を読むのがめちゃくちゃ上手な人だったんです、はい、なので、僕空気読むのは下手くそなんですけど、はい、その方はやっぱりそのセット感にその間合いっていうか、はい、その一歩近くなるのか、はい、下がるのか、あとは斜めに立つのかとか、はい、ちょっとしんどい時に視界に入らないようにふっと下がって、その人がやっぱり視界に入っているとなんかせかされている感があるじゃないですか、はい、トレーナーがちょっとシチュエーションで言うと、はい、お客様がいて、はあ、ちょっと疲れたな、はい、ってなった時にこう視界の目の前にこうやって前に入っちゃうと、なんか、ああ、なんか早くやんなきゃいけないなみたいなのを、はい、やっぱり後ろに下がって視界にそのお客様の後ろに入ってプレッシャーをかけない、ようなその空気感をすごくやってた方なんですね、はい、なので後ろに入るのか斜めに入るのか正面に立つのか一歩近いのか遠いのかっていうのをやられてる方がいて、はい、その人の空気感をすごく真似しようっていうのはやってましたね。なのでアシスタントに入らせてもらって、はい、その人の距離を常にお客様、その目標のトレーナーの人、はい、で僕アシスタント入った時にその人は一歩近づいた時は僕に近づく、離れた時は離れる、はい、後ろに入った時は後ろに入るみたいなのはすごく、はい、意識してやってましたね。なるほど、はい、でまあ自分が分からなくなるっていうことはその距離感に関してはあんまりなかったですね。そこを真似してったっていうのは、はい、はい、そうですね、はい、はい、個性の部分でっていうのはちょっと分かんないですけど、あ、はい、はい、質問大丈夫ですかね。大丈夫です、大丈夫ですか、はい、大丈夫、はい、なんか私が、はい、アウェイクスに来させていた時にカズさんに、はいはい、なんかどんなトレーナーになりたいのって言われて、はい、覚えられてますか。私、はい、あ、覚えてます。はい、なんか私がその前職から犬伏と一緒に働かせてもらってて、はい、もちろん朝日とも働かせていただいてたんですけど、はい、そこで私は犬伏のようになりたいですって言ったら、はい、カズさんに、はい、いや、タクボは違うって言ったのをめっちゃ覚えてます。どういうふうに、犬伏さんどういうふうになりたいと思ったんですか。犬伏さんの、はい、僕言ったかな、言った、言いましたっけ、はい、はい、ごめんね。いや、真っ向否定して、
やそうだなとは思ってたんですけど、はい、NBC さん の, あの、まあ、お客さんに対するそ空気の読み、それでも空気の読み方だったりとか、話のトークの引き出し方とか、なんか井上さんが一つ喋ったらお客さんがなんか3つ4つずっとお話し上手ですよね、はいはい、説明の仕方とかもすごい上手な部分と、ああ、はい、すごくいい、あトレーナーさんから、高見さんから、はい、今日は天の声がちゃいますねと、ちょっと、すみません、ありがとうございます、ありがとうございます、今日はちょっと冒頭にお伝えしたんですけど、あのいつもの天の声の方が名古屋に出張で、はい、あの行かしまってて、はい、ちょっと顔を佐久間です。ちょっと映った。もうちょい、もうちょい。はい。佐久間が、はい、はい。よろしくお願いします。彼女が、はい、今日は。あともう一人、あの、僕の知り合いのトレーナーの方が、はい、すみません、イケメンと嘘をついてもらって、ありがとうございます。はい。はい、すみません、話何でしたっけ。ハートも。ハートの話ですね。あ、そうですね。はい。で、コミュニケーション上手ですよね、すごく。コミュニケーション上手です。はい。でその他のところでも受付業務でも、はい、やっぱりもう何をさせても何でもできる、まあそうですね、ところをちょっと頑張りたいなと思ったんですけど、はい、なるほど、なかなか遠いです。うん、まあでも最初の頃よりも僕はちょっとあのありがとうございます本当にイケメンです、ありがとうございます、ありがとうございます、すみません、お客さんからでもすごい言われます、カズさん、いや、もう、ありがとうございます。ちょっと断定返して、あの、今日、あの、トレーニングに来てくださった、あの、方ですね。はい。あの、インスタライブをすごい見てくださってると、あの、お声いただいて、はい、はい。あの、やっぱりすごい嬉しい、本当に嬉しい限りで、はい。はいはい、あの、嬉しい、ありがとうございます。ちょっと今後も頑張ります。楽しい内容がちょっと届けられるかどうかがあれですけどね。はい。なかなか難しいですね、届けるって、はい。ありがとうございます。はい。で、あれですね、はい、受付、そうですね、そうですね、私の中ではいつも犬伏は完璧に、はい、なんかお家のお母さんもしながらトレーナーもして、やっぱ経験が豊富ですよね、豊富です、とても、はい、いろんなこと知ってるし、はい、引き出しが上手だなと思いますね、はい、あのなんか僕最初ありがとうございます、いつも話が戻っちゃう、いつも楽しく視聴させてもらって、ありがとうございます、高見さん、ありがとうございます、そんな謙虚さが素敵です、うわ、あ僕もこれもまた先輩のトレーナー方です、そうなんですね、はい、まあ、すごい、あの、はい、ありがとうございます、そう、めちゃくちゃコメントいただいてますね、はい、あの深いフィットネスさんはメンタルトレーニングをしてくださってる方で、はい、あの僕のこの一人尊敬する先輩の一人なんですよ、あそうなんですね、はい、高見さんもありがとうございます、高見とレナさんもありがとうございます、はい、はい、そうですね、なのでやっぱり犬伏朝日はやっぱりいろんなことを拾ってるから、はい、やっぱりコミュニケーション上手ですよね、だから僕はそこはもう無理だと、あの朝日からも言われてて、はい、僕はやっぱり朝日見てあすごいなと思ったんですよ、はい、で、あのこんな風になりたいなっていう一個あったんですけど、僕はもう朝日健太にはなれないと、はい、あの途中で悟って、はい、なので僕は僕のやっぱり道で行きますというので、もう僕やっぱり社会のこと全然知らないじゃないですかで社会のこと知らないし、あのそこはもうね、あの経済のことも知らないから、はい、あの朝日がもうそこはいいから、そこは俺が調べるから、はい、僕はトレーニングのことを追求してくれっていうので、はい、やってもらってるんで、まあ個性があるから、まあ、自分は結局真似するけど自分の道に行った方がいいかなと、結論は、はい、思いますが、あ今日コメントすごいいただいてて、はい、このお客様から犬伏さんは一人で十分です、まあ一人で今度ちょっと一人フリートークしてみましょうか、犬伏さんは二人も三人もいたら大変ってことじゃないですか。あ、そういう意味ですかね。あ、いや、違いますかね。はい。そういうことじゃないですかね。そういうことですかね。犬伏さんが二人いると、多分その、お客様がおっしゃってたその鬼軍曹と呼ばれる方が二人増えるっていうので、ね、言っていいんですか。いや、わかんないですね。鬼軍曹って言われてますか。いや、私は言ってないです。私は言ってないんですけど、犬伏さんが犬伏さんのことを言われてる方がいらっしゃるんですね。いい意味の多分そういうあだ名です。ああ、僕はそんなこと一言も言ってないけど。私も知ってます。本人も知ってます。ここで公開していいんですね。あ、はい。あ、前回でもそれでお話。あ、なるほど。一人で十分ですと。はい、そうですね。
っていう意味で、タクボはタクボの道をってことですね、はいはい、そうですね。なのでタクボはタクボのあれがあると思うんですけど、なんかよく朝日も僕もそうなんですけど、あの個性を出す前にちゃんと、はい、あの宗派理でいくと、はい、ちゃんとその会社のルールを守ると、宗、はい、と守ること、はい、でちゃんと守れることができて、守ることができたらあとは守る、宗派、はい、破る、はい、で片落ちをちゃんと守れますよ、あなたは大丈夫ですっていうところの経験を得てからそれを破って個性を出すっていうのがあると思うんですよ。だからいきなり個性を出すっていうのはちょっと、はい、あの難しいし、なんかちょっと違うかなっていう感じもあるので、はい、でもまあこれは世の中すごい多様化してるので、はい、まあそのね、すごい多分ものすごく能力の高い人だったらもう宗派、はい、派破るところから行く、離離れるところから行っても行けるかもしれないですけど、はい、まあ僕らのね、なかなかあの難しいところで、はい、あのまだ能力が全然ないので、ちゃんとお客様の求めているところをちゃんと答えられるようにしていくのがいいのかなと、はいはい、でもこの前も朝日さんにおっしゃってたんですけど、まず肩をちゃんと肩を、はい、ことからっていうふうに言ってくださったんで、はい、はい、どんな話だったんですか、ちょっとお客様というか視聴者に分かるように。ああ、でもそれも多分個性の話が出て、はい、なんか自分のやり方とか、はい、そういうのをやったりとか、自分のまあ技量とかを早く埋めるためにはどうしたらいいかっていう質問があって、はい、それに対しての朝日の答えが、まずは型を作るところから、まず基礎を作ってから、そこ基本を作ってから、はい、っていうお話をしていただきました。なるほど。なんかあのうちは朝日がやっぱりいろいろなこの文化を学んでるので、はい、朝日を囲む会っていうのが、はい、あの週に、はい、じゃあ週にじゃない、1ヶ月に1回ぐらいですかね、1ヶ月に1回とかない時もあるんですけど、はい、忙しい時はあの朝日さんを囲んでみんな質問するんですね、はい、でそこで質問があったんですね。あ、そうです。この前あった質問にその話が出て、はい、型をちゃんと作って、そこからどんどん、そうですね、積んだりとか、はい、はい、とはいえ僕らまだ5年しか経ってないんで、はい、型をやっぱりちゃんと作らないと難しいですね、はい、そうですね、はい、頑張らないと。頑張ります、はい、本当に頑張ります、はい、頑張りましょうはい、はい、もうまだあと7分ぐらいありますね。はい。すごい今日はでもコメント多くてすごい嬉しいですね。なんかはい、すごい嬉しいですね。私の友達も見てくれてます。あ、そうなんですね。はい、どの方ですか。一回体験来られた方。その方も見てくれてるかもしれないんですけど、はい、あの私の普通に高校の友達とかがあのインスタフォローして、フォローしてくれて、たまに見てくれて。コメント1回くれたりとか、見たよってこの前連絡くれたりとか。あ、本当ですか、はい、おありがたいですね、はい、なんか自分たちは誰も見てないって思ってる、はい、たんで、やっぱりこのライブ自体はリアルタイムであまり見てくださってないけど、後から見てくださってるっていうことも聞くと、はい、すごい嬉しいですね。励みになりますね、はいはい、うちの母親もたまに見てます。あ、そうなんですか、はい、でも音声なしで流しっぱにしてるって言ったんで意味ないです、多分意味ない。映像だけ見て後で見ようって言ってそのままわーって流れてて、一人で見たって言われたんでちゃんと見てください。それは流してるってことですね。はい、そうか、はい、ありがとうございます。見てくださってありがとうございます。いつも皆さん、なんか質問あります？質問、はい、フリートークのこの、はい、なかなかあれですけど、そうですね、はい、考えてない。いや、考えてないという考えことで考えて、はい、一個はでもあり、もう一つあり、はい、コミュニケーションの取り方。コミュニケーションの取り方、はい、なんかこの前、はい、あの旅行に、旅行、はいはいはい、連れていた時に、はい、この前社員旅行行ったんですよ、はい、はい、久しぶりに、はい、はい、みんなでこうゲームしたりとか、ゲーム、はい、しましたね、はい、させてもらったりとか、一緒にこうぐるぐる回って遊びにとか出かけに行ったりとか、はい、なんかすごいああいうのが新鮮で。新鮮でしたね。新鮮すぎて私もめちゃくちゃ楽しかった。確かに、まあ、はい、もうちょっと事故で死にそうになりましたけどね。あの、すいません、タクボが車を運転して、はい、はい、あの横からビーって音が鳴ってその僕後ろ乗ってたんですけど、はい、あのワゴンで行ったんですね、
右に車触れて左に触れて死んだって思いましたもんね。いや私も終わったと思います、はい、本当に、はい、気をつけます、はい、そのそれで、はいはい、なんかそういうのでなんかこうみんな2つチームに分かれてなんか追いかけリレーみたいな、はい、あ追いかけリレーとかありましたね、はい、なんかそういう普段こう見せない顔とかも見れたりとか、はい、面白かったですね、はい、私はそれがすごい楽しかったなっていう、はい、話をちょっとしたかったです。ああなるほど、はい、何が一番楽しかったですか。食事から食事してる時からゲームしてる時から、はい、次の朝の探索やら、はいはい、買い物やら、そうですね、そうですね、あのなんかやっぱりこのアベックスのことを知ってもらうという配信においては、はい、その葉山という新人のトレーナーがいるんですけど、はい、彼が全然今まで色を出してなかったっていうのはすごい分かりましたよね、はいはい、もう爆発しました、爆発しましたね、あの、はい、すごい真面目でなんかおとなしい子かなと思ったらもう全然違って、はい、全然違いました、はいはい、すごいとても明るいひょうきんな人だったという、はい、ですね、そうですね、僕変わらないですよね、そうですね、僕変わらないですね、変わらなかったですね、変わる、変わらなかったです、変わらないです、写真を私撮らせてもらってて、はい、なんか皆さんに送った時になんかババ抜きをみんなで、あババ抜きしたんですね、はい、最弱王を決めたやつですね、最弱王を決めた時にカズさんが抜けた瞬間、はい、めちゃめちゃ喜んでる写真がいて、これ私は一番お気に入りカードを掲げてあーってやってるところがもうお気に入り、なるほど、はい、あのまだ僕多分出せるかもしれないです、もうちょっと出せるんですけど、はい、多分僕は一番楽しかったのは、はい、あのみんなで散策しに行って、はい、なんか知らない道とかを、あ、はい、あの僕歩くの好きなんです、ああコメントでカズさん型を破りましょうもうこれで破れてる状態かもしれないですコメントいただきました、あの、はい、僕の深いフィットネスさんから、あ、はいはい、あのまだ多分破れてないんで、はい、今度またメンタルトレーニングを破ってください、はい、ぜひ大阪にあの来てもらいたいですね、あ、はい、あのすごいいいんですよ、本当に僕もインスタフォローさせてもらってて、はい、であのなんていうのかな、やっぱり僕うちの子供キッズクラスとか、はい、そういう選手とか、はい、あのマインドの整え方というか、はい、準備の仕方っていう、はいはいはい、感情の防災訓練って最初に防災訓練しておいていけばその場面になっても戦えるよっていう、落ち着けるよとかっていうことを説いてくださってるんですけど、はい、あの皆さんよかったらこの深いフィットネスさんも見てみてください、はい、はい、あのやっぱり準備がすごく大事ですもんね、はい、なのであのちょっと話がそれちゃいましたけど、はいはい、そのみんなで散策しに行って知らない道行ったり森の中みたいなところ行ったところはすごい、はい、僕は一番それが楽しかったですね、はい、ここだけの話だとカズさんは、はい、葉山にどんぐり投げつけてました。ああそうそうどんぐり投げてましたね、なんちゅうなんいじめみたいなことも僕してるじゃないですかこれだけ聞くと、いやでも葉山はめちゃくちゃ喜んでました、喜んでた、喜んでました、本当ちょっとって言いながら喜んでましたあと猫さんは誰でしたっけ、私です、あそうなんかねすごい癒しでしたね、癒しでした、はい、どんぐりまた投げましょう葉山に、あの、はい、みんなで投げます、はい、喜ぶと思います、喜びますかね、はい、というぐらいですかね、はい、今日はです、ね、はい、ちょっとめちゃくちゃフリートークだったんですけどすいません、あのまた、はい、あの皆さんちょっと今日はアウェクスの内部事情だとか、はい、たまにはを、はい、紹介したという感じですかね、そうです、はいはい、では 次回は井上さん出る、次回井上さんです、なんでですね、通常の、通常の、はい、インスタライブになります、もともと井上さんと話しようとしてたのが企業に行った時の、はい、その、うん、変化というところを、話すということですね、はい、はい、よろしくお願いします、はい、はい、ありがとうございます、ちょっと今日はコメントくださった皆さん本当に ありがとうございますありがとうございました、ありがとうございます、はい、あのまた今後もよろしくお願いします、はい、はい、また来週もはいお会いできたらと思います、はい、はい、お願いします、ではでは来週が11月29、はい、17時35分、はい、同じでお願いします、もしこれを話してほしいというのが事前にありましたら、はい、あのインスタの方にメッセージをもらえたらぜひお願いします、はい、お願いします、はい、それではタクボありがとうございました、いいありがとうございました、ありがとうございました、はい、それではまた失礼しますありがとうございましたありがとうございました